こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では冬の着こなしをですね、具体的に3つご紹介してみたいなと思っています。こちらの動画を撮影しているのは1月なんですけども、最近はですねめちゃくちゃ寒くなってきたので、なかなかですね外に出るのが億劫だという方も少なくないのかなというふうに思っています。それは僕自身も同じなんですね。なかなか外に出るテンションが上がらないんですが、そんな時こそですね冬の着こなしというものを楽しみながらですね外出をしていただければなというふうに思っています。今回の動画では僕が普段ですねしているコーディネートを具体的に3つご紹介しますので、ぜひ皆さんのですね参考にしていただければなというふうに思っています。早速ですね1つ目のコーディネートから紹介したいなと思うんですが、それはですね今僕がやっているこのコーディネートなんですね。簡単にご説明をしますと、一番上に着ているのはですね今季のグローバルワークのですねビッグシルエットのコートになります。こちらはですね買ってから2ヶ月ぐらい経つんですが、めちゃくちゃ今の時期活用していますね。見た目はですねほぼウールに見えるんですけども、化繊でできていることもありまして、すごく軽量でめちゃくちゃ着やすいんですね。こういったロング丈のコートというのは通常であるとウールのものが多いんですけども、それに比べるとですね断然軽くてサクッと羽織りやすいので日頃から活用をしています。そしてその内側には今季のユニクロ U のスウェットプルパーカーを合わせています。色に関しては一応ピンクという表記なんですが、これはどう見てもですねベージュっぽい色合いなのかなというふうに思っています。秋冬の着こなしってついついですねブラックだとかネイビーだとか濃い色でまとまりがちなので、そういった中にこういったベージュだとかオフホワイトみたいなものを加えてもらうと明るさを取り込めるので、結構使い勝手がいいかなというふうに思っています。続いてボトムスなんですけども、今回はですねグレー系のデニムを合わせています。これはですねデニム専門ブランドのレッドカードのものなんですが、こういったものはですねユニクロなんかでも置いてあるので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。最近の僕の着こなしなんですけども、ブラックジーンズだとかあとは黒のスラックスが多くてですね、なかなかブルージーンズを履くことが多くないんですね。ブルージーンズというような定番的なアイテムでも一応旬な時期とそうじゃない時期があるんですが、今はですねそこまで僕の気持ちが乗っていないタイミングなんですね。その一方で今だとですねブルー系の色合いよりもこういったグレー系のデニムの方が僕は気分なので、最近はですねオフで履くときにはこちらを優先するようにしています。特にモノトーン系の着こなしにはですねこういったグレー系のデニム相性がいいので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。そして靴に関してはですねニューバランスの1700、これはですね今季のユナイテッドアローズの別注バージョンになりますが、色合いに関してはこちらも同じくダークグレーを選んで、ボトムスと靴をですね色合いを統一するようにしています。結構ですねこの着こなしが好きで、最近僕はすることが多いんですね。というのも結構秋冬の着こなしってダウンを着る機会が圧倒的に多いかなと思うんですね。それはそれで暖かくてすごくいいんですが、どうしてもそれだけだと飽きてしまうんですね。時にはですねちょっときれいめな着こなしをしたいなと思うので、そういう時にはこういったロングコートを着るようにしてるんですね。でこういったロングコートって最近はトレンドではあるんですが、どうしてもですねビジネスライクな印象になりがちなので、こういったものを着るときには内側にはですねあえてフード付きのパーカーを着ることで少しカジュアルな感じを取り込んだ方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。もちろん丸首のニットとかにも合わせやすいんですけども、どちらかというとパーカーの方がきれいめとカジュアルのバランスが取りやすいので、個人的にはおすすめかなというふうに思っています。この着こなしはですね簡単に実践しやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。続いて2つ目のコーディネートを解説したいなと思うんですが、今度はですね一番上に着てるのはダウンっぽく見えるんですが、これは中綿のアウターになります。これはですね皆さんはダウンにしてもらっても全くいいかなと思うんですが、こちらはですね今季購入をしましたアークテリクスとビームスのコラボレーションのアトム AR フーディというアイテムになっています。年末にもですね動画を上げましたが、去年買った中ではですね結構ベストバイに近いぐらい気に入っているアイテムなんですけども、僕は今季のですね冬場に関してはなんとかこの中綿のアウターでですね乗り越したいなというふうに思っています。ただですね朝晩だとちょっと寒いかなという感じがするんですが、こちらはですね通常のダウンに比べると暖かさはやや劣るかなと思うんですが、あまりですね着膨れしないでスタイルもよく見えるので非常に気に入っているアイテムなのかなというふうに思っています。先ほどもちょっと触れましたが、冬場はですねこういったダウンだとか中綿のアウターがメインに来ることが多くなってくるんですね。その時に大切になるのが着ていて気分が上がるかどうかかなというふうに思っています。その点こういったアウター系にはですねちょっと投資をしてもいいのかなというふうに個人的には思っています。こちらはですねビームスの別注バージョンでアークテリクスのロゴが大きくついていたりだとか、ちょっと通常のものとは違っているので気持ちよくですね日々使うことができています。
そして内側に関しては今度はですねスウェットを合わせています。こちらは今季のユナイテッドアローズのオリジナルのものなんですが、こういった外側にフード付きのアウターを着る場合というのは内側にフード付きのパーカーを合わせてしまうとフードが2つになるので邪魔になるんですね。ですので内側に持ってくるものの選択肢としては丸首のニットかもしくはスウェットかという感じになるかなと思うんですね。で通常であれば僕はですね丸首のニットを選ぶことが多いんですが、今季はですね結構スウェットというものに僕はハマっていまして、ユナイテッドアローズのオリジナルのスウェットを購入したんですね。こちらは色合いがですねダークグレーになっていて、スウェットというカジュアルなものの中でも結構綺麗めに見えるので僕はめちゃくちゃ気に入って着ています。スウェットでも結構色の選び方次第で全然綺麗めに見えるんだなというのをですね気づかせてくれたような一枚になっています。そしてその内側にはですね丸首の T シャツを合わせてるんですね。まあ、本当に少ししか見えないんですが、これが見えるかどうかで全然ですねバランスが変わってくるんですね。この白い部分が見えることで全身が重たすぎないようになるので、このチラ見せをさせてあげるのはすごく大切なポイントかなというふうに思っています。でボトムスなんですけども、選択肢としては黒のスラックスかもしくは黒のジーンズというものがあるかなと思うんですね。まあどちらでも合うんですけども、今回はアウターがダウンということで少しカジュアルなのでボトムスに関しては綺麗めのスラックスを合わせるようにしています。まあ、ブラックジーンズに比べるとスラックスというのは少しゆとりのあるサイズ感なので、そういった今っぽさというところも足せるかなと思っているので、ぜひこの着こなしも皆さん試していただきたいなと思っています。そして足元なんですけども、今度はですね白のスタンスミスを合わせているんですね。まあ、先ほどですね首元から少し T シャツを覗かせていましたが、この白と足元の白でリンクをさせることで少しですね着こなしの中に明るさというところを出すようにしています。まあ、正直ですねそんな凝った着こなしではないので簡単に実現しやすいかなというふうに思っています。このようなシンプルな着こなしこそちょっとアウターにですね投資をしてあげることで大人っぽい着こなしというところが実現しやすいので、その点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしを紹介したいと思っています。一番外側に着ているのはこちらはですね今季のプラス J のウール素材のオーバーオールになります。これはですね動画の中でも何回かご紹介しているかなと思うんですが、めちゃくちゃ気に入っているアイテムですね。まず着丈が短いことで結構動きがしやすいのですごく活用してるんですね。ただこのアイテムというのは11月の後半ぐらいから12月にはめちゃくちゃ使っていたんですけども、さすがにですね1月とか2月に関してはニットの上にこれを着るだけだとめちゃくちゃ寒いかなと思うんですね。その時に便利なのがですねこの内側に着ているアイテムなんですね。ちょっと前を開けてみますが、こちらですね。これもですね以前動画の中で解説をしましたが、インナーダウンの専門ブランドである体温のアイテムなんですが、このインナーダウンを1枚差し込むことでこのですねちょっと丈の短いアウターが1月2月でもですね活用することができるのかなというふうに思っています。まあインナーダウンはそういった点でものすごく便利ですね。今はですねこういった短い丈のアウターに着ていますけども、一番最初に解説をしましたロング丈のアウターのインにもですねこういったものは活用することができるのかなというふうに思っています。そしてその内側には丸首の白ニットを合わせています。これもですね見える分量としてはそんなに多くはないんですが、こういった白が覗くことで秋冬の重たい着こなしというところにですね差し色的な効果が出るのかなというふうに思っています。そして結構上半身がですねボリューミーなので、ボトムスに関しては今度はブラックの細身のジーンズを合わせることで引き締めています。で足元は僕が大好きなエアマックス97を履いています。ちょっと足元で今っぽさというところを出すという目的でこちらを選んでみました。この着こなしもですねぜひ皆さんにトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、冬の着こなしというのは基本的にアウター次第で全然見栄えが変わってくるかなと思っています。できればこの中で2つぐらいのものをですね揃えてもらえると秋冬の着こなしのバリエーションが出せるのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では真冬の着こなしを具体的に3つご紹介させていただきました。どれもですねそんなに複雑なコーディネートではないので、ぜひ皆さんの参考にしていただければなというふうに思っています。まだまだ寒い日は続きますが、どうしてもですね秋冬の着こなしって単調になりがちなので、アウターを 2,3 種類揃えることで着こなしのバリエーションというところをですね皆さんにも楽しんでいただければなというふうに思っています。
こちらの YouTube チャンネルでは主にですね、ベーシックなスタイルを解説することが多いんですが、もうちょっとマニアックなアイテム紹介だとか、着こなしに関してもちょっと凝ったことに関しては、僕はもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。まだまだ寒い日は続きますが、ぜひですね、ファッションを楽しみながら、この季節を皆さんと一緒に乗り越えられればなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。